2021年9月11日から12日にかけて、旧東急東横店のビル、西館と南館に相当するビル、こちらのですね、解体の進捗が少しありましたので、まずはこれ外側からの眺めですが、外見上は、まあ、今までとあまり大きくは変わってないように見受けられました。今こちらは渋谷駅の西口フクラスの前から旧東急東横店の西館のビルを眺めたところなんですが、この通り上から見るとですね、これは渋谷スクランブルスクエアの12階とか14階とか上の層から見たところですね、旧東急東横店の西館ビグの屋上あたりのですね、工事、解体工事が少し進んでました。今までここは屋上のフロアがあって塞がれていたんですけれども、まあ、重機が入って一部の上のフロアからですね、掘り下げるような形で解体が始まりました。下から見上げると気がつきにくいところでしたね。これはあのツイッターですとか、あとは YouTube のコメントでいただいた視聴者の皆さんからのコメントでですね、教えていただいて、まあ、気になって早速見に行ってきました。これは9月11日時点ですね。はい、外の仮囲いからするとですね、中がこのように解体されるとまでは思いもよりませんでしたけれども、今度はこちらは少し恵比寿寄りの方に寄った映像ですね。同じスクランブルスクエアのエレベーターホームのところからこの通りチェックができるんですけれども、ここからの眺めだとよりですね、何層か何フロアかですね、解体されているシーンが見えます。昔この東急の百貨店の屋上に近いところは少しあのミドルフロアというか、一層分というよりもちょっと半階っていうんですかね、半分のフロアが昔確かあったような記憶があるんですね。昔関郵便局が西館の一番上のフロアの方にありましたけれども、屋上に上がるのに、まあ、完全なフロアというよりも確か半分ぐらいのフロアのところに簡易郵便局があって、よくそこの ATM 行ってたりしたんですけれども、まあ、そのようなですね、少し、複雑な構造もこれ外見上はですね、多分骨組みのところからはその中フロアっていうんですかね、ミドルフロアの様子なのかなというところをですね、推察をしておりますが、この通りですね、上の大体2フロア分ぐらいですかね、屋上の下のフロア少し掘り下げが始まっています。今こちら拡大している方は旧東急東横店の南館の建物、こちらについては以前から上層階をずっと解体していって一旦ここで止まっていると。でよく見るとですね、重機、クレーンなどもですね、ちょっと真新しめのクレーンが据え付けられたりしているので、しばらくこの建物そのものは解体の工事の拠点のような形で使われ続けるのかなと。一気にこのまま下に掘り下げたり解体が進むというわけではないというのも、こちら YouTube のご視聴いただいている方からのコメントでもいただいておりましたけれども、まあ、あの予想通りといいますか、こういう感じでですね、まだこちらの南館の解体はそう、すぐには始まらないという、そういうふうに見て取れるというのが、外見上の、状況でございます。でこちら今度はですね、同じ前9月11日の結構日中で撮ったシーンなんですけど、これ JR の中央改札の前ですね。足元をちょっと確認したらですね、このようにガムテープ、仮止めのガムテープ、この貼られていたと。でこういうのを見ると大体ですね、近日中には仮囲いができるのかなというふうに想定をしてですね、結構まめにはチェックするんですけれども、これは9月11日の日中時点の、JR 中央改札の前の模様ですね。昔銀座線の改札があったところというところですけれども、この通りガムテープで仮囲いをおそらくするんじゃないのかなという印がですね、目張りがあったのをチェックをいたしました。これは9月11日時点の模様です。さあ、日にちを1日遅らせまして、後ろに倒しまして、9月12日ですね。こちらは同じ JR の中央改札の前、昔渋そばのあったところの前ですね。この上が東急東横店、旧西館に相当する建物で、この階段を上がっていくと右に行けば JR の中央改札、正面に行くと銀座線の今のスクランブルスクエア口の改札というところ、これ早朝時間帯撮影してますが、はい、前日多分ここに仮囲いできるなと思ったのがもうこれできておりました。9月12日の早朝時点ですね。仮囲いといっても、まああの固めの今映しているような背の高いしっかりした仮囲いというよりも少し布張りの
仮囲いをですねこの通り据え付けられておりまして、もう一日でもう翌日にはこの通り仮囲いができていたというところで、結構この進捗の速さには若干驚きをしましたけれども、まあおそらくはこの東急東横線西館の解体が今後進んでいくので、この周辺一帯にもですねちょっと影響はあるのかなということで、先ほどの銀座線の旧駅舎のあたりのですね、通路人の通るところもですね一旦人流は止めたのではないかなというふうに、まあ、これも推測でしかないんですけれども、多分そうなのかなというところで見ております。今映しておりましたのが JR の中央改札、そして正面が昔の銀座線の改札で、左側が渋西デッキ、まあ、いわゆる井の頭線の方面に向かう、そういう通路ということですね。はい、でこちらは、まあ、前まで、銀座線の駅の方までつながっていた通路、今塞がれてた場所もですね今完全にこちらの広い通路オンリーになりまして、かつての銀座線の改札のあった方の通路も完全に塞がれて、で向こう側になると旧東急東横店の建物に近接するところになるので、まあ、安全確保なのか、まあ、今後の解体の進捗に合わせてなのか、まあ、こちらが完全に通れなくなったというのが9月12日時点の模様になります。はい、ということで今回こちらの映像では旧東急東横店の西館の解体の進捗が始まったという模様をですねお届けしてまいりました。参考にしていただければ幸いでございます。はい、ということで今回もご視聴いただきましてまたありがとうございました。また次の動画でもよろしくお願いいたします。